はい、タンタンです。こちら、ようやく入荷いたしましたアリアの MM オーバルホールモデル、 MM85 オーバルモデルでございます。しばらく入荷が止まっていたんですけれども、メーカーさんの方に掛け合ったところ、2本だけオーバルホールは、見つかりまして、なんとか仕入れることができました。その他D ホールとナイロンD ホールも2本ずつ入荷いたしましたので、まずオーバルホールからご紹介いたします。こちらもうかなり人気機種となっておりますので、ご存知の方も多いと思いますけれども、こちらトップスブルースのサイドバックローズウッド合板モデルになっております。こういうツヤのあるグロスフィニッシュで、高級感ももちろんございまして、このネックのシェイプは、丸っこい握りやすいシェイプになっております。ちょっと弾いてみます。とてもこうカンカンとこう鳴るようなサウンドが特徴の MM85 シリーズでございます。かなり高音のこう力強い音が特徴的ですので、他のジプシーギターと比べてもかなりその辺は特徴が現れているギターかなと思います。うちの方でもちろんフレット処理、再セットアップさせていただきまして、エッジとかないように、引っかかりのないように、行いましたので、そのまま扱いやすく弾きやすくさせていただいております。その他ね、特に問題はもちろんなくて、新品にて入荷いたしまして、次回入荷予定は未定となっておりますので、2本限定となってます。お早めにお問い合わせいただければなと思っております。MM85 シリーズは皆様かなりうちでも販売の方はさせていただいておりましたが、なかなか今後手に入る本数は少ないのかなと思っておりますので、お早めに皆様1本目からもちろんおすすめでございますので、ぜひお手に取ってお試しいただければなと思っております。こちら MM アリアの MM85 オーバルホールモデルでございます。お問い合わせお待ちしております。タンタンでした。